アンリ・コアンダ・アンリ・マリ・コアンダは、ルーマニアの発明家、航空力学の先駆者にして、世界初のジェット機コアンダイコール1910を製作した人物。ブカレストに生まれる。アンリは大家族の第二子であった。彼の父コンスタンチン・コアンダ将軍は、国立橋梁道路学校の数学教授でもあった。母のエダダネは、フランスの一子ギュスターブダネの娘で、 ブルターニ生まれの人物。アンリー・コアンダは、自分はごく小さい頃から、風というものの神秘には魅了されていた、と後に10回している。コアンダははじめブカレストのパトレーキ・ポエマル、コミュナルスクールで、続いて、リセウエス・ウェフ・サバで学んだ。3年後、彼を軍務につけたいと考えていた父によって、ヤシの軍学校に移される。1903年、 彼はそこを総長の階級を得て卒業し、その後もブカレストの下記、軍事、海軍工学学校で研究を続けた。1904年には放課連隊と一緒にドイツへ派遣され、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学に入学した。コアンダは下記士官として卒業したが、彼の興味の対象はむしろ飛行に関する技術的な問題にあった。 1905年に彼はルーマニア陸軍で当社飛行機を製作した。1907年から1908年にかけてはベルギー、リエージュのモンテフヨーレ大学で研究を継続した。ここで彼はジアンニ・カプローニと出会った。1908年、コアンダはルーマニアに戻って現役士官として第二課期連隊で軍務に就いた。しかしながら、 彼の発明家精神は軍事訓練には合わなかった。彼は請願して軍隊を去った。その後コアンダは新たに得た自由を利用してイスファハン、テヘラン、チベットへの長い自動車旅行に出た。1909年にヨーロッパに帰りパリに移った。パリでは新設された国立航空宇宙大学院大学に入学した。 一年後、航空工学のクラスを主席で卒業した。ギッシ式ギュスターブエッフェルや、数学者、政治家にして、航空工学の先駆者であるポール・パンルベラの援助により、コアンダは空気力学実験を開始した。ある実験では、時速9 0トルで走る列車の外側に模型を設置し、空気力学的挙動を分析した。また別の実験では、 風洞で煙と天秤を用いて、設計中の飛行機に使う翼形状を模索した。この実験は、後に、コアンダ効果として知られるようになる空気、力学的効果の発見につながった。コアンダイコール1910-1910 19年には、ジャンニカプロニの工房を使って、初のモータージェット搭載機を設計、製作、試験した。 これがいわゆるコアンダイコール1910であり、コアンダはこの飛行機をパリでの第2回国際航空工学展覧会にて披露した。動力装置としては4気筒のレシプロエンジンによって圧縮機を動かし、そこから2つの燃焼室へ空気を送ってプロペラを使うことなしにジェットによる水力を生み出した。モータージェットを動力とする 次の飛行機カプロにカンピニエヌ N1 が登場したのは、その30年近く後のことであった。パリ近郊の石入無理のお空港でこのジェット機は、操縦不能に陥り、機体は滑走路を外れて炎上した。操縦していたコアンダは、幸運にも多少のスリルと顔面、手に軽傷を負ったのみで脱出に成功した。この頃コアンダは、市民や科学技術関連団体からの、 この分野に対する興味と援助が減少したために実験を中止した。1911年から1924年の間、彼はブリストル飛行機会社の技術監督してイギリスで働いた。ここで彼はブリストルコアンダ機として知られる数種類の飛行機を設計している。1912年、このうちの一つが、 イギリスでの国際軍事航空コンテストで優勝した。1915年、コアンダは、再び、フランスへ行き、第一次大戦の間サンドニのドゥロネー・ベルビル社で、働いた。彼は3種類のプロペラ機を設計した。その一つが、ビブの胴体に2つのプロペラを持った、コアンダイコール1916である。この特徴は後に、彼が、技術的助言をした。 カラベル輸送機にも見られる。戦艦機においては、コアンダは旅行と発明を続けた。この時期の発明としては、最初のジェットゾリ、最初の豪華空力鉄道列車がある。1934年、彼は、コアンダ効果に関する特許をフランスで認可された。1935年には、彼は、同じ原理に乗っ取り、 アエロジナ・レンチキュララというホバークラフトを考案した。これは後に、アブロ・カナダが発展させ、アメリカ空軍に買い取られた空飛ぶ円盤に外見がよく似ていた。1969年、チャウシェスク時代初期の頃、コアンダは、余生を過ごすために、祖国ルーマニアに帰った。彼は、科学、技術創造研究所で指導者として勤めた。この組織は、 エリー・カラフォリによって1971年に再編されて、ブカレスト総合工業大学の航空宇宙工学科となり、機械工学科から分離した。コアンダは、ブカレストで1972年11月25日に死亡した。86歳であった。ブカレストのアンリ・コアンダ国際空港は、彼の名にちなんでいる。テーゼ・エアプレーンズ・ウィーハブ・トゥデー・アレ・ノーモアザン。 A perfection of, A child's toy made of paper, in my opinion, we should search for, A completely different flying machine, based on other flying principles, I imagine, A future aircraft.Which will take off vertically, fly as usual, and land vertically, this flying machine should have no moving parts, this idea came from the huge power of SCRONS. ありがとうございます。